そしてあいつ滝から吹き込み乗ってクック諸島ラロトンガに戻ってからですね、フィジーのナンディに日付変更線を越えていくわけですね。そして国内線に乗って南の島に向かいます。東部州、東部州のところのカンダブ水路っていう、カンダブ州っていうところの島、カンダブ島のまた小さい島に船で渡っていくんですね。ガロア島っていうところですね。一生懸命ね、愛想を振りまいてくるんですよね。まあ魚釣りとかするときもね、寄ってきてね、ちょっと邪魔だったりするくらいに懐きましたね。のどかなね、海に浮かぶ島なんですよ。猫ちゃんもいましたね。他にもワンちゃんがいました。犬同士でじゃれ合っております。かわいいね。かわいいワンちゃんたちですね。近くにもねビーチがあるんですけどもね、まあ島をね適当に歩いてですね、いろんな景色を見て回りましたね。面白い木の実があったり、面白い貝殻が落ちていたり、天然豊かなね、本当にそのまんま存在している島ですよね。なんか開発されていない島なんですよ。ちょっと溶岩っぽいものがね固まったような、そういう島でございます。カニかな？穴の中に隠れたカニを映してるんですね。ちょっとね、何を撮ってるか分かんない映像ですけども、まあ、岩場でございますね。マングローブなんかもね、たくさんあります。そこら中にね、カニがいるんですよ。
これはね、この島のね中心地にね連れて行ってもらったんですね。郵便局の前でございます。そしてまた宿に戻ってきてね、魚釣りとかをやっておりましたね。いた小屋からね外を眺めた時の風景でございます。洗濯物もやっております。そしてこの島から離れて行く時に撮った映像でございます。フィジーの南の方に浮かんでる島、カンダブ諸島ですね。飛行機が来るまでの間、近くで海を眺めておりましたね。本当にのどかでね、自然豊かな開発されていない島でございました。本当に南太平洋にはね、いろんな島々があるんですよね。こちらはね、フィジーの首都スバでございます。本当に都会の街なんですよね。車も人も多くて、教会なんかも建っていて、背の高い建物なんかもあります。これはですね、ナディですね。フィジーのナディという町のね空港の近くでございます。1月29日の日曜日の日記、ノート148ページ。定時は朝2時着、AM3 時ごろ、フィジーのナンディ国際空港に着いた。両替をした。今日は日曜日、夜が明けたって、大韓航空のオフィスは、旅の動画の説明をしましょう。よちつまの南太平洋旅行、2005年の12月ですね。前回の説明の続きまでいきますね。前回はですね、フィジー、トンガ、サモア、ニューエサモア、アメリカンサモア、フィジーに戻ってからのクックアイランドに行って、フレンチポリネシアン、フランス領ポリネシアン、フランス海外共同体、コムっていうところ、49カ国目のタヒチの南のチューブ、僕はね当時ね読めなくてね、タブアイって読んでいたんですけどね、トゥブアイの一番最後の日の空港のところまで、前回の動画が行っていて、その続きですね。で、トゥブっていうところがまずありまして、ここには書いてないけど、オーストラル諸島とかって言ってたような気もしますけどね、忘れちゃってましたね。もう、まあ、そこから飛行機に乗ってですね、タヒチ島のパテーテに行って、
一泊ぐらいしたかな、忘れちゃいましたけど、そこからまたニュージーランド航空に乗って、クックアイランドに戻ってきましたね。クックアイランド一回来たんですけどね、また来ましたね。クックアイランド、ニュージーランドと自由連合形態、ニュージーランド王国の構成国の一つ、48カ国含め、南クック諸島の中にあるラロトンガっていうところに行って、国内線に乗り換えてアイツーターキという島に行きました。ラロトンガっていうのが首都で、ラロトンガ国際空港があって、中心地がアバルアっていうところなんですけど、そこから飛行機に乗って、アイツタキというところに来たんですね。あ、何にも書いてないけど、まあいいや。アイツタキという島に行ったんですね。で、何泊か滞在してからまたラロトンガに戻って、ラロトンガからまたニュージーランド空港だったかちょっと忘れちゃったけど、飛行機に乗ってフィジーのナンディに戻ってきたんですね。ナンディだよって感じで、フィジーの国内線に乗って、ナンディ空港からですね、フィジーは43カ国目なんですけども、東部地域っていう州があって、まあ、ほとんど島、東の方の島と南の方の島含めて東部っていうらしいんですけど、その中の南の方にあるところにある、カンダブ水路、直訳するとカンダブ水路。まあ、カダブ州の中にあるところですね。カンダブ島っていう島があって、その中に、ビュニシ空港があって、で、近くの船着き場から船に乗って、ガロウ島という小さい島に行ったんですね。ここに滞在したって感じですね。で、空港の近くのね、町に連れて行ってもらったこともあって、そこの名前がブニセア、まあ、空港と同じ名前だったような気がします。空港と同じビュニシーっていうところにある空港なんですけどね、ちょっと町と空港はちょっとだけ離れていたような気がしますけどね。で、またガロー島に戻ってきて、そしてまたナンディに戻って、これ空港ね、空港。空港に戻って、ビュニシー空港からナンディ国際空港へ戻って、でバスに乗ってまたスバに向かったんですね。バスで、ずっと陸路を通っていって、陸路をねずっと通っていってですね、スバ、首都のスバに行って新しい空港券を買ってですね、またシガトンガには泊まらなかったんですけどね、またナンディに戻ってくるというところで今回の動画が終わっておりますね。そんな感じです。